どうも、アキです。パーサカやっていきましょう。今回は第4回目のサクセス動画を撮っていきたいと思います。ぜひこんな感じです。はい、今日はクリスマスということで、トナカイちゃんを使っていきましょう。トナカイちゃんは筋トク長距離法を教えてくれるみたいなんですが、その骸骨を唯一持ってるのがこちら岸武尊くんということで、今回は岸くんをフレンド枠にお借りしました。シュートレンジですね。はい、こんなデッキでやっていきましょう。で、アイテムは招き猫とパワードリンクを持ってきていて、なんとセンスまた引けたのでね、頑張っていきましょう。はい。ということで、銀崎ちゃんだな、まず。今回はね、できれば銀崎ちゃん告白2回呼びたいんですよね。理由は、決定力？シュート力か。決定力か。コツが、そのイベントでしかもらえないので、そこですね。はい。コツにまで持っていきたいんですよね、できれば。おー、練習が渋い。告白は2回呼びたい感じであります。あとはもうコツイベントをしっかり拾っていくところですね。金徳の骸骨が来るかどうかが全てだと思うので。銀崎、いないー。マネージャー失格。ちょっと告白1回目が遅ければもう2回呼ぶっていうのは辛くなってくると思うので、どんどん評価上げたいんですよね、まずは。よし。まずは銀崎追っていこう。練習後イベント。おい、練習後イベント来てくれ。頼むよ。まあ遅ければもう一回にしましょう、告白。銀崎。さあ、もう来てくれてもいいよ、告白。これ回復を取りましょうか。これ真ん中で回復、下と上は経験点っていう感じですね。回復取っておきましょう。そんなにすごい経験点っていうわけではないので。コツを追うか。銀崎を追うか。銀崎いないのでコツを言いましょう。岸武君、今回決定力、シュート力か。シュート力とシュートレンジ両方金徳の骸骨になっているので非常にありがたいです。はい、さあ銀崎を追いたい。銀崎いない。さあ、これでも評価上がりますよね。そうだな。じゃあ3月中に告白が1回来れば告白2回呼ぶことにします。4月以降だともうそこで彼女になりましょう。センス引いてるのでさすがに告白間に合わなかったらもったいないですよね。さあ、これは上でフェアプレイのコツをもらいましょう。よし。本当あんまりコツイベントが出ないゲームなんですよね、このゲーム。おっと、フィニッシュやめて。よーし、OKOK。金崎ちゃん、もう評価大丈夫なのかな。3月中に告白が来れば、告白2回呼ぶよ。アップメディアっていうとこじゃあ見てみますか。イベント、どっちで切れるっていうの書いてないな。じゃあ下にしましょう。よいしょ、銀崎。さあ、告白来てくれ。告白来てくれ。お、ラブパカ来た。あー、来なかったですね。じゃあもう告白1回にしますか。告白1回にしますか、これは。もうさすがに4月までなってくると怖いですね。2月とかね、で来ればさすがに、2回呼んでもいいですけどね。はい。ちょっとそこのね、金徳の骸骨がないっていうところだけ残念なデッキなんですよ、これ。まあ、コツ1はね、告白、間に合えば来るので、はい。お祭りの時かな。で、このダイモンに最近勝てない。こいつが非常に強い。非常に読んでくる、こっちのシュート。うわー、もうギリギリ狙ってるけどな。真ん中も普通に止められるんですよ、そして。真ん中行こう、でも。最後真ん中にしよう。男は黙って真ん中。いやー、ほら、こいつ強すぎ。
こいつ強すぎ。いや、真ん中絶対止められませんっていうコメントたまにいただくことがあるんですけど、真ん中は普通にこうやって止められるんですよ、止められるときは。こいつ最強。試合には勝てるようになってきたけど、こいつに勝てないっていうね。はい。告白一回にしようというか、そもそも告白が一回目がそれまでに来るのかっていう話ですよね。告白それまでに来なかったらどうしよう。頼むよ、告白一回は来てね、一回は。おー、やばい。怖え。こっちじゃない。ただこれで共通イベントはもう終了しましたね。はい。お、告白、4月3週。いや、もうこれ、攻めよう。もう攻めようぜ、もう。男なら攻めようぜ。よし。ダイモンにも負けちゃったんで、ちょっと攻めてみます。いや、大丈夫か?さて、これが吉と出るか、凶と出るか、本当に。っていうところだな。これが吉と出るか、凶と出るか。真実は、あなた次第。真実はいつも一つ。ちょっとよくわからないぞ。さあ、リトーマス行きましょう。彼もまたコツがね、非常にいいので。ただもうシュート力一回コツが来たので、こいつの金徳もう取れますね、全然。センスだと特に。はい、センス引いてるので。全然取れると思います。ちょっと待ってね、さっき下げた分怖いので、これちょっと使っちゃって、銀崎追いましょう。さっきちょっと評価落ちましたよね。振って。その分上げよう。よし。もうできる限りのことはこれでやったぞ。こっちも。できる限りのことはやったぞ。よし、シュートレンジもコツが来た。シュートレンジ結構重たいので、センス引いてればどうなんだろう。もう一回もらってもいいぐらい。センス引いてなかったら確実にコツ2回もらった方がいい気がするな、あれ。超重たそうだった。よっしゃ、来たー。よかったー、来てくれたー。ナイス、これはマジででかい。まあ、シュートレンジそうですね。トナカイちゃんが失敗の可能性があるみたいなんで、失敗した時にそこ、コツを割り引いてくれるみたいなんで、ちょっと待ちましょう。ということで、パワープロと同じく、その基礎値依存っていうのがあるような気がするので、まあ、できる限り能力上げつついきましょうか。ただ今回セカンドトップなんで、ディフェンスはこの辺で止めようかな。はい。シュートレンジ。ほら、重たいんですよね、結構。まあでも取ってもいいけど、うん。どうしましょうか。で、コメント欄でこのマリーシアが結構、スタジアムで使えるんじゃないかという噂がありますというコメントいただいていたので、取っておきましょう。で、今回トナカイちゃんムード持っているので、ムードは潰しましょう。まだだよね。よいしょ。トラップくれよ。今回は金徳全完走、そして全部成功に持っていきたい。マカ寿司。マカ寿司はここで取りましょう。トラップはあれですよね。イベントでも取れるんで、一応、ちょっとずつね、コツが。はい。休む。マッチアップは、で、今回直取りですかね。岸たけるくんの金徳。骸骨誰も持っていないんですが、まあそこは仕方ないですかね。ここってシュート力のコツきましたよね。コツ7でじゃあ取りますか。コツ4、70%。コツ4、70%。じゃあここで抑えます。よし。OK。彼は金徳は確定。あとは代表を引かないことですね。7月1週に。不眠症がつくので。これ説得する。よし。イベントも少しずつ覚えてきました。ただ、この高校の固有のイベントが多すぎて、選択肢が全部頭には入ってない。何回やっても入ってこない。それぞれのキャラクターのイベントはね、ようやく覚えて、
これ始めたんですけれども、お、いいね。今回コツ押さえが順調ですね。いいいい、これはいい、いい選手できそうな気がする。さあむしろ大吉引いてくれ、そしたら体力回復も来るから。大吉来い、大吉来い。中吉だな、いわゆる中吉ですね。はい、デートしましょう。1回目かな、まだ。で、これは練習続行がイベント続行って書いてあるので、これはじゃあ練習続行にするよ。よし。で、ここは次体力回復があるので、まあ練習やってもいいんだけれども、全然練習も良くないですね。どこも何もいい練習はないな。まあじゃあ火山院の評価上げるために精神練習しましょう。うわー、失敗だ。金徳失敗です。まあシュートレンジのコツを抑えられたからいいとしますか。うわ、くそー、これ成功してほしかったな。金徳、金徳失敗、悔しいですね。トラップは、あ、さっきコツが来たのか。ナイスナイス。フィジカルはもう一回待ちたいかな、20丸系だから。シュートレンジ、そう、悔しいな。金徳失敗しましたね。金徳の成功率がそもそもこのゲーム高くないよね。よいしょ。次から合宿、じゃあメンタル練習にしとこう。あ、もう一章あるか。ただやることなかったな。何これ、初めて見た気がする。よし、コツを追いましょう、コツを。これであとフィジカルだけかな。で、フィジカルの特能がすごいいい気がするんですよね。スタジアムやってて、フィジカル持ってたら本当にドリブルが取られない気がしてます。はい。よし、オッケー。薬師さんが、あとトラップ。岸たけるは、あ、もう両方取ってる。じゃあ、こっち行きますか。お、特能はうまく抑えられてるよ。いいね。特能はすごくうまく抑えられてますね。そして合宿中のイベントを見てみましょう。これ回復するのがあれば回復したいですからね。回復はないな。敏捷と技術か、敏捷だけかっていうところで、まあ上かな、じゃあ。ちょっと待って、騎士た、ここで残念なことが分かりました。僕、アップメディアっていうサイト見てたんですけど、もう一個ゲームウィズっていうサイト見てみたら、騎士たけるくんなんと、さっきのコマンドでイベント切れちゃうみたいです。まあ、いっか。これも成功失敗あるし、何より今回セカンドトップを作る上で、その今回の岸たけるくんはカバーマスターのコツっていうのをくれるんですけど、解骨を誰も持っていないっていうのと、そしてまあイベント1個切ってあげればね、他はもう全部完走してくれるでしょうというところで、まあプラスに捉えましょう。覚えたわ、岸たけるくん。イベント継続は上みたいですね。まあ使ってらっしゃる方はもう多分コメントくれたと思うんですけど、その段階で。いろいろ攻略サイト見たらよかったかもしんないね。まあでもいいや、本当に。それで、イベントがね、招き猫持ってきても全部完走しないのであれば、後のフォワード系のが完走してくれればいい、これで。昨日がね、招き猫持ってきたにもかかわらず、全部イベントが完走しなかったので、そういう点でいいでしょう。プラスに捉えていきましょう、プラスに。最高。
で、このしっかりと前後半操作の方が経験点がいいですよっていうコメントいただいたんですけど、そうなんですか？知らなかった、それ。パワープロだとなんか逆なんですよ。サクッとの方が強いんで、はい。逆なんだね、これ。ということで、今回はこっちでやっていきましょう。いや、オフェンス上げたいかな、これ。あー、精神ポイントが足りない。じゃあ、キック力上げて、こっちも上げて、テクニックも上げて、よし、これでいきましょう。いきましょう。さあ、ということで、ちょっと練習してきたからね。ナイス。で、これ自分にパスして、自分がフィジカルも持ってるし、もうこれどんどん、ドリブルしていって、よし、これで自分で点を決めれば、経験点増えたりするのかなっていう。オッケーオッケー、ナイス。やばい、これ最後防いだらあれ。うわ、ドライブシュート来たー。お、ドライブシュート防いだー。そして、初めて防いだ。これ防いだら勝ち勝ち勝ち。よしよしよし。タイミングは全然合ってなかった気がするけど、やっぱ早めにやれば防げるってやつですね。パーサカのキーパー特有のその、早めにタイミングを押せば防げるってやつで防げました。練習試合だと28がマックスなのかな。まあ、1点入れましたからね。はい。あ、リトーマスのコツは非常に欲しいので、アイテム使いましょう。よし、パワードリンクもね、あれなんですよ。パワープロより全然いいんですよ、能力が。200まで回復できて、何度でもその200までだったら、こうやってね、使うことができるということで、はい。ドギモを抜くシュート。これが、見守るか。見守るで、パワーシューターのコツが確定か。いいね。で、骸骨はもうすでに取っていると。オッケー、いいね。これもうコツがマックスなんでこっちでいっか。よし。来たぞ。金徳来たぞ。ただ重たいっすね、この金徳。はい。非常に金徳が重たい。もう一番取る。デートしましょう。火山院のコツもらいたいな。で、これあれか、キープも誰も持ってないのか。だったら火山院キープどうだろう。金とかあれも乾燥した場合はキープ取れないぞこれで。学園祭で体力回復。回復量すごいな。オッケーオッケー、行きましょう。で、これ成功してくれよ。これ成功してくれよ。テクニック C、 いいね。スピード D、 いいね。お、ダブルタック一応。まあ、ただ、レベルがね、両方マックスではないので、そんなに強くはないですけどね。コツ回収はまあまあいいぞ、今回。もうコツ取ってると。ちょ、デートを進めたいな。デートを進めたいな。オッケー、デート。うわ、そう、これが多すぎるんだよ、パーサカ。だからデートをね、今、進めたいっていうのはそういうところで。これが非常に多いんですよ、パーサカは。カラデートが非常に多いという特徴があるゲームです。あと2回か ?3 回か?もう11月だからちょっと怖いな。カラデートが来たら怖いんで。なるべく進めておきましょう。あ、あー、もう金徳が。これも今の失敗だよね、確か。え、もう終わりだよね、あれ。
いやー失敗か。また失敗か、金徳。金徳がほんと成功しねえ、このゲーム。金徳がほんとに成功しない。さあ、もう切り替えていこう、切り替えていこう。金徳が失敗しちゃうのは仕方ないから切り替えていきましょう。フォアシューター取る。で、まあ、スタミナ上げましょうか。うん、スタミナ上げましょう。スピードも C は行くでしょう。テクニックもう一段階上がるかもしれないかな。まあ、とりあえずここで行きましょうか。試合。さあ、どれくらい点入れられるかっていうところですね。さあ、セカンドトップからどんどん点決めていこうぜ。パワフル高校対守護高校。お、いいね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 。パワーシューター今光ってましたね、金徳。ナイスシュート。決まった。パワフル高校先制に成功。パワフル高校早速得点。で、できれば自分にパスを出したいんですよね、これ。だから右にね、右にドリブルしていってパス出せると思った瞬間にパス出して、で、タペシュート。こっから金徳をパワーシューターを使って打っていきましょう。シュート、ナイスシュート、ナイスシュート。オッケーオッケー。ということでしょう。あんなところからゴールが決まりました。立て続けに得点しました。乗っています。鋭いボールゴールへと突き刺さりました。さあ、これあー出ちゃった。これどっちのボールだ。今日2点目です。相手ボールか。パワフル高校でプレスをかけて、守備の時はプレスプレスプレス。よし、ナイス。ですぐ自分にパスで、こいつはフィジカルも強いから、もうドリブルでどんどん持っていって自分で決めちゃう。で、金徳を生かして遠目からシュート。いや、いいね。2ゴール目。あ、3ゴール目か。ハットトリックだ。自分で1点入れてないやつがあるんで。連続ゴール。素晴らしいドリブルからのシュートでした。よしよし。で、パスパスパス。オッケーオッケー。もうこっから打とう。めっちゃ遠いところから打ってやろう。さあ、4ゴール目なるか。4ゴール目なるか。いいね、4ゴール目。楽しい、ファーサカ。これを決めてきた。ちょっとね、練習してきた、この操作感だけは。自分でやるとなるとね、どうやってやったらいいんだろうっていうのがあったんで、ずっと僕サクッとでやってたんですよね。はい。で、こっち出して、これ、タペシュート。どうだ ?5 ゴール目次。パワフル高校、圧倒的な強さを見せています。やばい、無双してる。今回作ってる選手が無双してる。立て続けに得点しました。乗っています。前半で1人で5ゴール決めちゃった。押し込みました。で、取るの取るの取るの。6ゴール、前半で6ゴールいく。5点目です。前半で6ゴールいく。あ、これはでも当たりそうだな。ディフェンダーにもう時間がなかったんで、ドリブルする時間もなかったんですけど、ディフェンダーにさすがに。お、もう一丁いく。怪物すぎるだろ、前半6ゴールとか。怪物だ。前半6ゴール連続ゴール。最後よくアディショナルタイムに決めたな。そして今、怪物選手だ。これ経験点200ぐらいずつくれてもいいんじゃないか。ただこれドリブル突破しちゃうとスタミナがねめっちゃ減るんすよ。後半もう使い物にならなくなっちゃうんだよな。いや、怪物、超高校級の選手ですね、これは。オリトーマスも決めた。強いな。てか試合に負けそうな感じがないぞ、これ。練習試合でついにドライブシュート止めたし。どこどこどこ、ここか。さあ、で、自分でパスして、もうシュート打っちゃおう。ここから。打っちゃう、シュート。あ、ちょっと早かった。入って、入った、7ゴール目。7ゴール目。やばい、ほんと無双してる。操作が楽しすぎる。
ました。あの位置から決めました。無双とはこのことですね。なんか難易度を上げたいね。難易度を上げたいね。なんか余裕かましてるけど、これ大丈夫か。全国の決勝とかもっと強くなったりしないのか。あー、さすがに当たっちゃうやつね。ここから撃て。え、撃てって、なんだこれ。なんだ、これなんだ。相手どうした、何をやってる相手。おお、決めた、本当に。え、8ゴール目。ジョー、2桁得点目指そうぜ。野球かよ、この点差、マジで。野球でもこの点差はなかなか厳しいものがあるからな。よし。ちょっと焦ってるな。左に預ける。自分にパスを出したい。右にボールを振る。いけるか。あー、失敗。オフサイドのようです。ちょっともうスタミナが辛いんじゃないか、自分。2桁得点できそうですね、これもっと上手くなれば。2桁得点ってやばいな、できれば。自分にパス出せ。もうここから打とうぜ。自分にパス出せる、これパス出せる、パス出せる。パス出せる。パス出せる。タップでシュート。これは取られてしまいます。もう自分にしか集めない。はい、ということで8ゴールで終わりましたね。やばい。経験点、さすがにマックスでしょ、これは。45ずつなのかな、じゃあ。もっとくれてもいいけどね、もう。もはやもっとくれてもいいんじゃないかと思っちゃう。デートあと1回かな。これ使おうかな。使って秋練習しようかな。じゃあ、でも変なデート来ると怖いな、本当に。これ金徳成功しても重すぎて取れないっていう話はある。成功しても取れない説はありますよね、これ。キープのコツ誰も持ってないからな。いや、まあ取れるぐらいではあるか。取れるぐらいではありますね。はい、なんとか取りましょう。最後、スタミナ上げる、スピード上げる、オフェンス上げたい。よし、ちょっとオフェンスし、よし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 、まあ、とりあえずこれでいきましょうか。試合開始。決勝の笛が吹かれました。さあ、さっきよりもまた強くなってるからね。オフェンスが一回り強くなったから。おお、うまっ、うまっ。今のちょっとフットジャンプしたやつ、うまっ。流れを切ります。ロングスローを入れてくるか。もう惜しいね。いやー、危なかった。もやし高校、左に預ける。誰を狙ってくるのか。惜しい。このボールはクリアです。高橋、先制点を取れ。 OK。 これはちょっと待てよ、待てよ。コントロールする。タップでシュート。ちょ、待って、違う。これはよく、ちょ、この自分に操作が切り替わった瞬間でちょっとよく分かんなくて難しいところがある。左サイド上がっていく。よしよし、ナイス。一回パス、矢部坂に出して。違う、今のパスはなんか違う。よし、こっちボールでしょ。あ、相手ボールか、マジか。前線に上げていく。取って、これ前に出して、怖い。よし、前に出して。さあ、玉田、前に出した。オッケー、リトーマス。これは、違う、これ右に行ってほしいの。後ろに預けます。反応があまりよろしくない。よし。パス。よし、打てる。これ打てる。タップでシュート。よし。決めろ。先制点決めろ。うまいキーパー。弾いた。
これは仕方ない。キーパーが上手かった。前半初めてのコーナーキックです。これは跳ね返されます。よしよし。前半終了。ちょっと点取れなかったですね。キーパーナイスセーブに阻まれた。さあ後半見かけよう。リトーマスと玉田のツートップ。はい、やば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 いよ、やばいよ。バカチンガ。今の完全なミスじゃないか、こっちの。完全なミスじゃないか。切り替えていこう、切り替えて。これはもうちょっと自分がシュートとか言ってられなくなってくるんで。うわ、リトーマスもスタミナ切れてる、これ。おー、バカ。選手交代があるようです。両チーム。加藤、これは。奪います。よし、取れない。取って、よしよしよし、オッケー。奪われます。よし、ナイス。ボールを前線へ。自分にパス出したい、こっち。ちょっと出た。焦るでない、焦るでない。まだ時間はある。まだ時間は十分ある。よし、前へ。で、相手がいない方にドリブルするんだ、相手がいない方に。よしよし、オッケーオッケー。こういうこと、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 こういうこと。で、シュート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 。これは決められる。よし、オッケー、同点。ナイス、自分。ナイス、田村。さあ、もう1点取るぞ。パワフル高校、ここで同点。追いつきました。もう1点取るぞ。PK ちょっと怖いんで。PK できればやりたくない。これはきついきついきつい。よしよしよし。フィジっていこう、フィジっていこう。気の抜けない試合になりました。これで延長も視野に入ってきます。よく追いついた。ちょっと遅かった。うわー、うまい。相手キーパーうまい。縦を使います。よし、キシタゲル。ナイスナイスナイス。さあこれ自分でもう、こっからシュート、シュート。よし、緊張してタイミングがよく分かんなくなったけど、ナイスナイス。よし、2ゴール。よし、いや負けるかと思った、一瞬ヒヤッとした。そうですよね、この自分で操作してない時に点取られるっていう可能性があるんで、もう取れる時はいっぱい点取っていきましょう。ただ2ゴールで勝ちましたね。よしよし、オッケーオッケー。2ゴールで勝った。ちょっと怖いのでデート行きましょうか。デート、よし。変なの来なかった。でもちろん金徳をもらいましょう。うん、やっぱイベントを切ってよかったんじゃないかな。イベントまだまだ起こってるんで、やっぱ招き猫を持ってきても多少辛いですね、この高校は。はい、やっぱり秋イベント数がもっとしっかりある高校が出てきてほしいですね。まだ神トラップが来てる。で、ここから大会ですよね。よし。で、もう金徳取っていきましょう。野生の嗅覚。で、キープ力仕方ないですね。20丸までもう自分で。これのコツがないっていうのがね、ちょっと残念だけど、まだ他のに比べるとまだ軽いような気がしなくもないっていうところで、まあ、許しましょう。はい。あとなんか欲しいコツあるかな。まあいいか、こんなもんで。コツもらったの取ったら、もうどんどんじゃあ基礎値を上げていきましょうか。はい。スタミナ1上げ。
オフェンス能力を上げたい。キックも B 行くかな、これは。よし、とりあえずこれで。で、アイテムがまだ29回復できるんで、となればスカウトがいる練習でも行きますか。さあ行きましょう。あ、そういえばもうこれ溜まるんで、そろそろこれ多分勝てば溜まるんじゃないかな。勝ちましょう、しっかり。50、56だったらこれ上げてもいいな。よし、上げましょう。試合、さあしっかりね、しっかり点決めていきましょう。ここの高校ね、弱い、間違いない。ここは弱い。今前半がスタートしました。ここはそんな強くない。しかも今回トナカイちゃんがこっちにいるってことは、相手がもっと弱くなってるってことか。確かトナカイちゃんがいる高校ですよね、ここ。撃て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 、もうどんどん撃て、お前ら。左に出す、攻めろ攻めろ。ルドルフ繋ぐ、右へ行く、肘で肘で。そしてはい、もう早速こっちにパス、オッケー。さあ自分で行ってからのシュート、おい、今のもシュート選択したかったんだが、本当は完全に指を離さないとなんかパスになっちゃうんですよね。そこがなんかたまにまだ慣れないというか。これはシュート打てる、よし。あー、ちょっとディフェンダーに当たりそうな気がする。よし、当たんなかった。いいね、パワーシューターと野生の嗅覚かな、持ってるから。ここで先制、非常にゴールが決まりやすい。ワンタッチで見事なシュートでした。あ、もうこれいいでしょ、これいいでしょ。くそ、ちょっと行き過ぎたか。ちょっともうちょっと早くタップするべきだった。ここで流れに乗り、もう1点取っておきたい。後ろに出す、よし、ボールを奪う、抜ける。まあ打つか、トナカイで。シュート、オッケーオッケー。ゴール、立て続けに得点しました。無理に自分でやろうとするとね、ちょっと点取れなくて、あ、負けたなんていうことになったら嫌なんで、あくまで点差がついた時無理にやるのはね、が本当にまあ打てそうな時か。高橋全然動かねえ、お前高橋やばい。よし、トナカイナイス。リトーマスに出して、でこれはね、自分にうまくパス出せるといいなと思う。あ、これ、あー、お前オフサイドだ。そこはバカ野郎、そこはオフサイドだった。うまく自分にパス出すのもちょっと意識したいな。2点差ついたらね、え、そうなんですよね。自分が何得点決めたかも経験点に関わってくるんですよね。だったら、おお、火山院いい感じだったら、そこ意識してあげたい。左へ行く、回します、ディフェンスです。タイミングを測る、中央、よし、これパス通るだろ。よしよしよし、タップシュート。でもこっちの方がディフェンダーに当たらない気がするので、こっちにしましょう。よし、うまいうまいうまい、ナイスシュート。もう1点取ろう、ハットトリック、ハットトリック行こう、目指そう。やっぱここそんなに相手強くないですよね、ここは。もうここしかないというコースに、今回のだからイベント中助かったわ、これ。相手が最初強くなかったから。今日2点目です、さきちゃんが取って、で、あー、トラップミス。パワフル高校、最初のリードからさらに2点を追加しています。よし、ただ取り返した、で自分にパスしたらいい。でこれでなんとか、あー、さすがに前すぎたな。左へ持っていく、つなぐ、山田取れ、止め、取れ山田。おー、山田いいね。これは自分でさすがに打ってもらいましょう。あ、ミスった。てかこれ相手に止められそうなんだが。よし、いいぞ。これは自分になるぞ。後ろに戻します。よし、タップでシュート。あー、ファールか。くそ。手元の時計。3分を切っている状況。もう1点取りたいな、もう1点取りたいな。大きく前線へ。
よしよし、これはもう突っ込め突っ込め、相手の位置を把握しつつ、ああもう取られた、後ろから来るかな、よーし、オッケー、フィジカル強いからね。さあジャスト出した、よーし、ハットトリック、いいね、試合に負けそうな感じがないぞこれは。もうアディショナルタイムだから終わりでしょ、よし、いいね、頑張るでんす。オッケー。20、あ、これ溜まったかも、これで。よし。まあ、コツをもらいましょうか。で、アイテム使ってあげて。よーし。パワフルドリンクいい感じだった。さあ、勝って決勝までしっかり行きましょう。お、達人キープなんで取れないの？あー、一つ足んないのか。金徳先に取りましょう。よし。まあ、B まで持っていけるよね、多分。よし、行きましょう。さあ、金徳三つ。金徳三つ。まあ、騎士たけるのは本当守備系だから、いいや。おい、鈴木何やってんだ、鈴木。パワフル高校、お前は神ってない方の鈴木だな。さあ、こんだけ得能を持ってて基礎値も良かったらいい活躍できるでしょう、セカンドトップとして。やべさか、火山優、絶好の位置だ。待って、これは打ちたい、自分。よしよし、これはリトーマス打てるよ。さすがにもう始まった瞬間が絶好のチャンスすぎた。始まった瞬間って本当なんか難しいんですけど、コンピューターの意思から自分の意思に引き継がないといけないんで、今のはもうさすがに簡単すぎた。絶好のチャンスすぎたね。よしよしよし。で、パス出せ。よし。あ、ミスった。相手だったか、それ。山本ナイス。サイン。あ、これまずい。取り返せ。あ、な、あ、どっちのファールですか？こちらのファールですか？こちらのファールですか。ちょっと自分の得点とか一回忘れよう。もう一点取りに行こう。うわー、怖い、ほら。そんなとこから打ってくるもん。あ、ちょっと遅いか。くそ、やばい。集中しよう。やばい。これはどうする、ちょっと待ってくれ。早速取れた。やっぱ、この辺になってくると相手も取るな。パス繋いでいこう。これは自分に出して、よし、これは一人しかいないからね。これは走って。よしよしよし。で、タップでシュート。よし、これは決めたい。入って、よし、うまい。ナイスシュー。よかった、今のはよかった。取れ。ドリブルを相手に取られるな、この辺になってくると。相手も上手くなってくるからね。やっぱ相手のそもそも操作が上手くなってくるな、多分この辺から。そんな気がする。あ、うわ、うっそ、マジで今のまっすぐもうドリブルしていったら、お前か、トナカイか。残り3分でしょうか。前線へ。よし、走れ。奪われました。ここからです。わあ、惜しい、今の打てたな、こっから。まあ、前半終了でとりあえず1点差で勝ってるからね。もう1点ぐらいは取れると思うから、まあ失点するなら1点で、1点以内だったらなんとかなる。マジでっかいよ。速攻失点やめて。1点取れ。球だ打て。あー、なんで自分で打たなかった。シュートレンジ持ってるのに。次はどちらのチームが得点を決めるのか。左にボールを振る。まずい、シュート打たれるとまずいからな、これ。よしよし、リトーマスに出そう。よし、ここで受けて、でサイドに開いて、左サイド上がっていくと、突破して、なんだこれ、どっちが持ってるのか見えない、自分の指で。
さあここから小関今日は得点を挙げています。ドリブルで左へ、よし、山坂ナイスナイス、こっちに出そう、一回山田に出して、山田はサイドに開きつつ、できればあいつに出したいから玉田に、よし玉田、よしこれはもう決めてくれ、お前に頼む。あーもうくそー、いいとこいるわ、やべさか取って、お願い取って、左へカットします、まずい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 、左へ持っていく、ここもうまく奪います、玉田取れる、玉田取れる、玉田取れる、やばい、 PK 戦や、 PK 戦や、 PK 戦や、後ろに預けます、遠野前に出せ、ちょ PK 戦嫌だマジで、うわ PK 戦嫌いなんだよなPK 戦嫌いなんだよな、相手ゴールキーパーめっちゃ読んでくるからな、 PK 戦あまり得意じゃない、でもそんなこと言ってらんない、しかも相手セービング持ってるゴールキーパーか、うわー、うん、読みすぎ、さすがにさすがに読みすぎ、どこを狙うんでしょうか、けどこれ早い方が、え、マジか、パワフル高校2人目です、ちょ待てよ、また下っていうコメントもあったぞ、また下、中央に来ました、ここっていうコメントもあったんだよな、また下いいよっていうコメントも、小関2番目、コメント欄を信じよう、コメントに助けてもらおう、こういう時は止めてくれ、ナイスダイモン、ナイスダイモン、ちょっと早い方がいい、遅かったら絶対止められないんで、ちょまた下信じるね、もうほんと、あのコメントくれた人ありがとう、ここでしょまた下ってことは、おおほんとにいけそう、また下説いいかも、みんなありがとう、いつもコメントほんとに、うわーもうこれ早いな PK、 早いな、対応できない、山田4番目のキッカーです、え、また下信じるよ、本当に。あ、早かった。あ、あれ、あれ、あれ。いい、いいね、いいね、いいね。また下いいね。さあ、止めよう、止めよう。4人目です。本能寺。敵は本能寺にあり。早いけど、早い方がいい。あー。遠いとこだったな。きつい。ことはできませんでした、これ合わせるのむずい。うわ、怖え。怖え。頼む、勇敢。PSR だから、お前は。また下モード信じよう、おお、お、世紀の大発見じゃないかこれ、さあこれ止めたら勝ち、ナイス大門、よっしゃナイス大門、いやー緊張するわこれ本当に、やめよう、 PK 戦に持っていくのはやめよう今後、まあ1ゴール1ゴール、あ、でも経験点どうなんすか、これっていいんですか、よしよしよし、決勝まで来た、優勝して終わろう最後、ただこのドライブシュートですよ、またまた、ドライブシュートですよ、不能じゃないな、もう基礎を上げたいな、筋力使う系の特能はちょっと取ってもいいかな、キック A は厳しいと思うんで、まあそこはまた後で考えましょうか、筋力使う系の特能というと、あと何が残ってる、あんま残ってないか、怪我しにくさはいらないし、まあビハインドぐらいか、取るならキック A は無理でしょうね、これ。まあ、いいか、これで行きましょう。試合。さあ、これはいい感じのセカンドトップになりそうだから。ね。最後、勝とうぜ。トナカイ、選手能力は低いんで、なんかあれですね、操作しにくい、今回使ってと思うけど。そういう点ではあんまりおすすめできないかもしれないですね。あと、ま、金徳も確定じゃないし。めちゃめちゃ強いかと言われると、そんなキャラでもないかもしれないですね。
フリーキック入れろカザイン、お、こっからか。取れ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 、もう取ってやれ。そこで前に出す、繋ぐ、どうビルドアップする、ナイスカザイン、奪います、ナイスカザイン。さあどこにパスを出すのか、後ろに下がります、リトーマスに出せ、これよし、リトーマスからのボールを前線へ、お前がシュート、よし、うまいぞ、これはうまいぞ、普通にいい連携、キーパー止めないでくれ、よし先制、ナイス。さああとは自分でも入れたい。優勝へ大きなゴールです。こう自分で得点することにこだわらなければ割と点は取れる。こう本当にね、グラウンドを幅広く使って達人キープ持ってるから、ここで奪われました。どう攻撃を組み立てていくのか、中央です、よし、カザイン、ナイス。これは前線に出したい。前に預ける。こっち。よし、これはさすがに。このまま突進するのか。よし。決まって決まって、よしよし、金徳2個発動してた。強烈なシュートが決まりました。連続ゴール。鎌田、直前のドリブルも見事でした。よしよしよし、パワフル高校、さらに1点を追加し、ここから打っていこう、さっきみたいに。この得点で主導権を握るか。さあ入るでしょう。うわー、なん、え、今キーパー、それともバーだった、どっちだった。ボールはクリア、バーだったらもともとあれだしね。中は揃っています。よし、そう、クロスも上げ方を最近覚えました、ついに。ちょ待って、こっちに持っていきたいんだけど、指が短くて届かん。ちょ、こっちに触った位置が悪くて届かん、そっち。じゃあ仕方ない、こっちで。よし、オッケー、ナイス。クロスの上げ方を覚えました。クロスはゴール付近で、フッと、長いフリックやれば、フッとクロスになります。いいね、決勝なんてね、サクッとでやってる感じ、絶対勝てそうになかったのに。そう、絶対相手の方が強いんですよ、これ。能力がもう確実、見てる感じ。あとドライブシュートっていう止められない今のシュートがあるんで、サクッとだと厳しかった。お、打てるぞ、玉田、玉田、ハットトリック取ろうぜ、せっかくだったら。岸田ける、ほら、もうスライディングしてやれ、岸田ける。スライディングって立ち上がるのが遅いからあんま良くない気がするな。でもカザイン取れる、あー、これは打たれるな、これは絶対打たれるな。ジャスト、ここで出す、ジャスト。ちょっと待って待って待って、もっと大きく出してほしかった。ちょ、もっと大きく出してほしかった。そんなちっちゃい、ちっちゃいあれのつもりじゃなかったのに。おお、体張るね、山田哲人。勝手に哲人にしちゃったけど。ここからスローイン、さあ、やべさが大きく出そう、これ一回。ああ、やばい。これ絶対打たれるな。しゃあないやつだな。おお、いいじゃん、やべさか。さあ、あとは自分のハットトリック。これ、ロングスローできないかな、やべさか。できないな。ロングスロー、得の取ってたらあれくらいいくのかな。きついな、きついな、今の。あ、やばい。よしよしよし。前に出せ。よし、球だ。あー、スルーしちゃった。スルーしちゃったやつ。激しいボールの奪い合い。山本。うまく奪います。前に。あーっと、よし、取れる。さあ、ドリブルだ。球だ、ドリブルだ。前いないぞ。ドリブルでいい、ドリブルでいい。タップでシュート。こっから打て。あー、ちょっと。もうタップでシュート。これは取られてしまいます。海洋山高校、起点となるアクションを作っていく。まあ、勝ちは勝ったでしょ。経験点マックスどうなの、2点取ったらどうなんだ。ちなみに試合経験点ボーナスみたいなのはいないです、このテーブルには、このデッキには。よし、ということで勝てましたね。よっしゃ、よし、さあ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 
これは今までで作った選手の中でもかなり強い方だと思うんだけどな。お、海外から OKOK、40点ずつ入ってくる。さあ、エピローグももちろんマックスです。OK。5486点。結構経験点いいんじゃないか、5486点。どれくらいからがいいかもまだわかんない。まだこれ、10人も作ってないんですよね。5人目ぐらい。もうちょっと作ったかな。よし。ディフェンスどれくらいまで上げようかな。ディフェンス上げますか、もうちょっと。キックは A 目指せる。あ、オフェンス A 目指せますね。ただそうすると技術がめっちゃ足りなくなるな。めっちゃく。オフェンスは A 目指せる。で、ディフェンスもうちょい上げるか。セカンドトップとはいえ。で、あと特殊能力に振りますか、これ。ディフェンスが一応もうワンランク上がらないこともないですね。はい。ディフェンス D に例えば持っていくと、技術と精神が余るので、それで司令塔、司令塔っていう感じかな。セカンドトップだからな、司令塔っていう感じでもないな。前線へのパスでゲームメイクをする。まあ、司令塔でもいいんだけどな。セカンドトップだから、まあ全然パス出すことはあるだろうしね。司令塔取ろうかな。もしくはディフェンスを E で止めてあげて、ドリブラー、ビハインド。うわ、うわ、なんか、精神ポイントがもったいない。100ぐらい余る。これだと、これだとなんかもったいないな、さすがに。あ、でこっちで使うか。なるほど。よし、こんなのでいっか。これでいこう。育成完了。総合評価が A 星3つ。お、惜しい惜しい。もうちょいで S ランク。あれかな、岸武の金徳切らなかったら S 言ってたかな。か、まあもしくは金徳失敗したのがいっぱいあったので、なんか一個成功してくれればっていう感じでしたね。惜しい、もう S 目の前じゃん、これ。デッキもね、まだまだレベルも上げてないんですけど、まあやっぱパワープロみたいな立ち回りでいいんだ。基本的にパワープロで普段やってる立ち回りをいつもやってるだけなんですけど。惜しい！いやー、S ランク目の前。はい、S ランク目の前というところでしたね。はい。まあ、こんな感じでございましたと。いや、楽しい。パワサカ楽しい。ちょっと試合もね、これでしっかり勝てるようになってきたので、今後もね、またどしどし動画出していきたいなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、いい選手だったっていう方はぜひグッドボタンをね、グッドボタンを押していっていただければ嬉しいです。はい、パワサカの動画楽しみにしているよ、参考になったよっていう方もぜひグッドボタン押していってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。